ルフィが去ったコロシアムではなおも戦いが続いていた。レベッカとキャベンディッシュが出場した D ブロックは予想外の展開となる。キャベンディッシュのうちに眠る殺人鬼の別人格白馬が突如覚醒し、レベッカ以外の出場者を一掃。その後キャベンディッシュ自身は眠りに落ちたため失格。ただ一人立ち上がったレベッカが決勝進出するという大番狂わせが起きた。決勝に勝ち進んだのはサボ扮するルーシー、レベッカ、バルトロメオ、バージェス、そしてドン・キホーテファミリーからディアマンテの5名。アリーナに決勝戦開始のゴングが鳴り響く。一方予選で敗退した選手たちは揃って行方をくらましていた。彼らは皆ドン・キホーテファミリー幹部の能力者によりおもちゃに変えられ、ファミリーのために働かされていたのだ。おもちゃにされた人間は他人の記憶から消えてしまうため、その事実に気づく者はいない。打倒ドフラミンゴを誓うおもちゃの兵隊はこのおもちゃ化を解除することが勝利の鍵だと考え、ウソップ、ロビン、フランキーに協力を要請。作戦は見事成功し、おもちゃの兵隊自身も人間の姿に戻る。彼の正体は元ドレスローザ軍隊長キュロス、レベッカの実の父親であった。ウソップたちから連絡を受けたルフィはこの国で起きていた悲劇の全容、そしておもちゃの兵隊の正体を知る。その頃決勝戦が行われているコロシアムはおもちゃが突如人間に戻ったために大混乱に陥っていた。行こう、自由な海へ。まずい状況だ。おもちゃ化が解除されたってのか。こりゃたまげた。思い出した。うん、私にはお父様がいたの。何言ってんだおめえ。それがどうやらこの国のからくりだったようだな、レベッカ。ひとまず試合にケリをつけよう。ものには必ず核がある。竜双剣、竜の息吹。貴様何を。メラメラの実もらっていいよな。メラメラを食いやがって。エース、もらうぞ、お前の技。引けるモーダー。
にか出られたが、町は大混乱だな。よっ、これはコロシアムから海賊が出てきたぞ。リモン逃すな。片付けるぞ。勝負バルトロメオスケだ。久しぶりね、サボ。いろいろ話したい。今は無理そうだ。俺はカブトの戦いでもう使う。戦力としては数える。あの人の花、司法の塔の旗を打ち抜いたでおなじみのチョゲキング先輩に底引いたども。本人嘘っていうの。心を打ち抜かれたロビン先輩とね、エニエスロビン打ち抜きコンボだべ。お前何に興奮してんだマニア野郎。ルフィ、王宮にいるそうよ。急いで合流しましょう。海賊たちが暴れ始めた。このままじゃ町の人たちは危険ね。倒しとくか。勝負！いかん！
Yep.
させていただきます。下手な敵を数打っても当たれやしやせろ。わし一人でお相手しやす。ここは俺一人に任せてくれ。みんなは先を急げ。やっ、おっと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 、麦わらの一味、およびそれを手助けする戦士たち。それらに危害は加えさせない。ほぐしもやる。よしな。おっと。ほぐしもやる。使わせていただきやすよ。忌々しき海賊たちの残した戦いの残骸。ほっと。ほっ。やっ。はっ。ほっと。おやまず。なんとかしやせんと。ほっ。引きつけられる。おっと、空中に逃れればしのげるか。おっと、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 やばかった。くっ、わおっと、ほっ、やっ、おっと、ほっ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 、海賊の援護は革命軍の仕事ですかい。そうだとも。やっ、革命軍として彼らを守る。いや、前を倒す。間違えた。兄と知ってた。ほっ、やっ、やっ、ほっ、うろ、やっ、ほっ、ほっ、ほっ、やっ、数字か。ほっと、
見ごルフィが助けを求めたら必ず駆けつける。行かせてもらえよ。もう二度とあんな思いは。これ以上の質問は野暮なようだ。おっと。海軍はこの国じゃヒーローになれねえんですよ。あっしはあんたに阻まれただけだ。まるで博打だな。真のドレスローザを取り戻しに来た。ドラー麦わらや。いいか。想像以上にしてやられたな。ミンゴが生きてる。これはまずい事態だ。鳥かごを使わざるを得ない。鳥かごだ。この国の真実が漏れる前に、今この島にいる奴ら皆殺しにするつもりだ。王宮だけどっかに行くぞ。ピーク、石なら地形でさえ変えられる。王宮、待て。痛快だな。